米メリアムウェブスター辞典は今年の単語にパンデミックを選んだ。オンラインで最も検索されたという。時には一つの単語が時代を表すことがある年、この比類なき困難の年を表す単語にふさわしいとした。辞典のサイトではパンデミックをある疾病が複数の国や大陸など地理的に広範囲に拡大すること、通常は人口の大部分が影響を受けると定義している。語源はギリシャ語のパン、すべてとデモス、人々。パンデミックのオンライン検索は世界保健機関WHOが COVID-19 新型コロナウイルス感染症をパンデミックとした3月11日に急増した。昨年の単語は税、男女を特定せずある人を記述する単語、18年はジャスティス、正義、17年はフェミニズム、16年はサーリアル、超現実だった。